どの選手が出てくるかわからない。これもファンの皆さんも待ち時間楽しいです ね。横井が出てくる可能性が強いと思うんですけどね。はい、横井は今日第3マッチで平野に勝利を挙げました、はい、ということで、ビクトリーマッチの選手が発表されたようです。木下、木原、そしてニッペは横井でした。さあ、第3マッチ平野に勝利を挙げた日本の横井、そしてダブルスで勝利を挙げている木下の木原です。勝った方が今日の勝者、1ゲームマッチのみという非常に痺れる戦いとなっております。高島さんが監督でしたら選手たちにどんな声をかけて送り出しますか？そうですね、これやっぱり1ゲームですからね、やっぱり横井の一番こう持ち味はサーブですし、サーブからのバックハンドね、やっぱりこう非常に良かったですから、はい、特に木原なんかはね、やっぱり表ソフト、バック表ソフトでね、特にバックハンド得意ですからね、うん、で木原のバックハンドが1ゲームでどれだけ入るかですよね。でしかもダブルスやってから間が空いてますからね、はい、だから1ゲームというところですので、一番神経使うのはやっぱり出足ですよね、 両者ともですね。だから第一、この1ゲームの中での最初のサーブ2点取れるかどうかっていうのが非常にそこにね、うん、試合の流れを決めるポイントだと思いますよね。サービスもね、打ち合いにラリーになると打ち合いになると思いますからね、うん、木原もスマッシュができますからね。両者バックハンドの、ね、調子がどうかですね、まあ、木原がバックが表ですから、少し回転がかからないナックル性のスピードで飛んできますからね、ドライブをかけにくいという部分がありますので、少し下から持ち上げたりするとスマッシュがありますからね、どれだけ横井が思い切ってバックハンド振れるかですよね、はい、ではビクトリーマッチの審判もご紹介します。主審藤林博恵さん、副審は中島慎三さんです。さあ、今日一番の大きな拍手に包まれたこの森口市民体育館です。女子のレギュラーシーズン最終日、最後の試合はビクトリーマッチに突入しました。画面向こう側、日平横井のサービスからサービスエースです。サービスエース、やっぱりサービス効きますよね。はい、第3マッチでもサービス効いていました。サービス日本語対日本ともものに来ました横井です。この日本はね、横井は素晴らしいスタートしましたよね。この後ですね、木原、はい、今度は木原のサービス、調子が上がらないですよね。そうですね、はい、悔しい表情をしました。木原、ここでタイムアウトです。1ゲームですからね、はい、即タイムアウトでやっぱりね、作戦考え直さないと追いつかないですよね。フォアハンドでした。サードダッシュに成功した日本の横井、今日は日本のホームゲームということで多くのファンの皆さんが駆けつけています。日本は14勝目がかかっています。木原は今3ポイント落としているわけですけど、この3ポイントの落とし方で1球も木原がいい球が入ってないですからね。木原のサービス2本目から、ね、どうしてもこのサーブで何が何でも、ね、うん、取りたいところですよね。注目のこのサービスです。
3球目当たりましたね。はい、バックハムでした。まあ、横井のバックハンドが調子いいので今のようにね、横井のフォアを攻めていくと思いますよね、木原は。今度は横井のサービス。また強いフォアハンド決まりました。小さくガッツポーズ横井。これはよく手が触れてますね。調子いいですね。ベンチメンバーも立ち上がって応援しています。木原がここに来て初めてバックハンドが入りましたからね。これからバックハンドがね、どんどん入っていくとまた展開が変わりますね。はい、今シーズン木原と横井のセリフの対戦はありません。そしてここでまたタイムアウトです。やっぱり両者1ゲームですからね、早い段階でタイムアウトですよね、やっぱりね。最後オーバーとなりました。横井の女子の活躍というのも影響しているのかなと、ね、やっぱり世界卓球出た選手のプレーを見たいですからね。本当に豪華な顔ぶれです。さあ1ゲームのみの戦い、11点先取デュースはあります。勝った方が今日の勝者です。木原のサービス。よくなってきました。横井はフォアハンドよりもバックハンドの方がよく入ってますね。うん、はい、いい感じですね。木原はまだバックハンドをね、思い切って触れてませんからね。この1点取るか取らないか大きいと思いますよね。セブンスリーにするかシックスフォーですからね。木原も思い切って振ったんですけどね、ちょっと台から遠かったですかね。今度は木原のサービス。ありましたね。木原のバックハンド決まりました。これで横井が守っ、うん、
った場合はちょっとやられますからね。横井はリードしてると言ってもやっぱり攻めないといけないですよね。どっちに取るかというところで、ね、ちょっとレシーブもねちょっと消極的になりましたよね、はいはい、もうこれで2点差ですからね。はい、ジュアルのサービスエースが決まり7対5。ね、横井がサーブを変えましたですよね、はい、3球目ここに来て木原のバックハンドが入るようになってきましたよね。横井も今バックハンドをミスしましたけど少しやっぱり台から下がってきてるんですよね、うん、あれ下がらないで前で打たないと苦しくなりますよね。ネットインですね。横井がネットインでラッキーポイントを、ね、取りましたから守らないでもうラッキーポイントのことを考えずに攻めないといけないですよね。バックタイバック前を打ちましたね。横井が抜かりました。これで木原もね少し苦しくなりましたね。11点先取ジュースはあります。終わる。いいラリーでしたね。ここは木原が取りました。ね、よく頑張ったですね。木原今のプレーは素晴らしかったですよね。ね、横井もよく打ったんですけどね。これ木原最後はやっぱりフォアハンドでスマッシュがありますからね。それが良かったですよね。ですね、狙いは良かったんですけどね、もう1本差ですね、これで分からなくなりましたね。ね、横井、一番得意とするサーブを出すべきですよね。ですね、ネットにかかってオーバー。木原のポイントラインボールです。ちょっと力が入りましたね。ビクトリーマッチダイナクションとなっています。ねえ、いいゲームになりましたね。ネットにかかってオーバーしましたね。横井がマッチポイントを迎えました。
このゲーム日手の横井が勝利を収めました。イレブンナインでした。高島さん、勝負を分けた部分はどこでしょうかね。横井はね、最後までよく振りましたよね、うん、今もね、やっぱり冷静にね、ストレートを狙いましたよね。逆転されかけた時にはね、ちょっとね、ちょっとこう表情がね、あまりこう自信なさそうな顔になりましたけどね、最後までね、よく踏ん張りましたよね。笑顔が弾けます。ということで、日手は今シーズン14勝目、3連勝で今シーズンのレギュラーシーズンを締めくくりました。マッチカウント3-2、日手が勝利を収めました。今シーズン14勝目です。そしてこの後ヒロインインタビューへと移ります。もちろん日手の横井でしょうかね。そうですよね、はいはい、今日は平野にも勝ちまして、そして最後木原にも勝ちまして2勝を挙げました。日手の横井、おそらく横井がヒロインインタビューとして登場してくるでしょう。今日は日手のホームゲームということで、昨日から2日間この森口市民体育館で行われましたが、ホームで見事2連勝を収めました。会場は大いに盛り上がっています。森口市民体育館です。手に合わせ握る展開ですね。最後もうどっちが勝つかわからないというような。そうですね、もうやっぱり最後ビクトリーの1ゲームっていうのは本当に、まあ出足がね、はい、少し横井が良かったですからね、その分最後までね、やっぱりこう引いてきましたね、はい、最後よくね、木原も追いついたんですけれどもね、まだバックハンドのね、調子が1ゲームでね、最後までこう上がりきらなかったっていうところは残念ですよね。はい、それではヒロインインタビューへと移ります。インタビューボードの前にはもう最終戦ということからでしょうか、選手たちが並んでいます。今日エントリーしている6人が、そして大島監督が到着しました。それではヒロインインタビューです。リボベイドマレツヒロイン横井さくら選手、ありがとうございました。レギュラーシーズン最後の試合でシングルスとビクトリーで勝利され、チームの勝利に貢献されました。試合を振り返っていただき、いかがだったでしょうか。本当にいつもファンの皆さんの、応援のおかげで、すごく力をもらってます。今日も本当にたくさんの多くの、応援のおかげで勝ってたと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして次はプレーオフのセミファイナル、意気込みをお聞かせください。はい、今日の勝利をの流れをそのまま、プレーオフにも生かせるように頑張ります。ありがとうございました。おめでとうございます。続いて大島由美監督です。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合いかがだったでしょうか。はい、本当にここっていうところで自然に沸き起こる拍手と皆さんの本当に後押しの雰囲気が素晴らしかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。最後にぜひセミファイナルに向けて一言お願いします。セミファイナルに向けて一言お願いします。はい、本当に今横井選手が言った通りこの勢いで頑張りますので応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。日本ペイントマレツ皆さんに大きな拍手を送りください。おめでとうございます。